黒手組は、セルビアの民族主義者により1911年に結成された秘密組織、テロ組織。日本語では、黒い手、ブラックハンドとも訳す。組織の正式名称は、統一化しかすべてのセルビア人居住地域、特に、オーストリア・ハンガリー帝国領であった、ボスニア・ヘルツェゴビナの併合を目標としていた。組織のメンバーは皆、 セルビア民族主義を報じていることは同じであったが、組織が直属の上司一人と部下二人、部下がそれぞれ二人ずつ部下を持っていて、上司と部下二人の三人以外とは、意思の疎通ができない仕組みの組織になっていたために、その中身は様々であった。クーデターを目論む陸軍将校、理想主義を信ずる学生、時には共和制を目指す者さえいた。 指導者は1903年のクーデターでセルビア国王アレクサンダル・オブレノビチを殺害したドラグーティン・ディミトリエビチであった。1914年のサラエボにおいてオーストリア皇太子フランツ・フェルディナント大公を暗殺したサラエボ事件に関与した。サラエボ事件をきっかけとしてオーストリア・ハンガリー帝国はセルビア王国に宣戦線復刻し第一次世界大戦が開始された。 その後、ニコラ・パシッチ首相率いるセルビアは、最終的に敗退し、ギリシャのイオニア諸島コルフ島とテッサロニキに逃れて、亡命政権を樹立。パシッチらは戦争の元凶だとして1916年に、黒手組を解散させ、アピスら指導者を反逆罪で逮捕した。そして翌1917年に、アピスと同志6人は、銃殺刑に処せられた。ありがとうございます。